悪いね艦長、昨夜の話がこんなことになるなんて。逆に本当に良いのかカーリン。構わないわ。バッシン側としてもあなたたちみたいな使い手がルバーリカ側にいるってことが理解できていい訓練にもなるし。でもまさか自分の武器を使ってバッシェンの人たちを訓練するなんて。もちろん訓練場の外からあなたたちのことを狙ってるやや紋章術があることは忘れないで。あと一度に訓練に出るのは最大4人までよ。残りはこっちで人質扱いにさせてもらうから、ちょっとでも変な真似したら分かってるわね。逆に手抜きも許さないわ。この私を任したあなたたちの実力、とくとバッシェンの兵に見せてあげて。クソ、さすがに前線の兵は強いな。でも結局は勝っちゃうんだからさすがよね。もう少し付き合ってもらうわよ。いつまでこんなことやらせんのよ。コートのオエラ方に報告するための資料が作れるくらいまでかしら。ずいぶん余裕みたいだからちょっと手強くしてみましょうか。予備の獣を出しなさい。召喚した生物をこんな扱い方。手抜きは許さないと言ったはずよ。何言ってんのよ。言いがかりはよしてほしいんだけど。すぐに言い返してくるってことは自覚はあるみたいね。私たちが手抜きしてるように見えたんなら、それはバッシェン軍の力が弱いってだけじゃないの？なるほどね。じゃあ次の訓練は一人ずつ立ち会ってもらうわ。こっちの兵はそうね、30人ほど一度にかかってもらおうかしら。な、弱卒揃いで恥ずかしいばかりだわ。ルバーリカからのお客様に満足していただくためにも手段は選んでいられないものね。このメキツネ。私には褒め言葉よ。昨夜も言った通り、私は個人的にあなたを一番買ってるの。立場をわきまえて素直にこちらの要求に従いなさい。ウェルチ、どういうことだ？うるさい有望。私はあんな奴の言うことなんか。私の言う通りにすればあなたの望みは叶えられる。それはあなたも心のどこかで認めてるんじゃないの？それ以上言うな！やるわよ！やればいいんでしょうが！30人だろうが40人だろうがまとめてぶっ飛ばしてやるわよ！待ってくれ！さすがにそれは無茶だ！お願いします！そんなことしたら、エルチお姉ちゃんが死んじゃう！私たち、頑張って戦いますから！あんたたち、こんな奴らに頭下げるなんて！興ざめだわ。あなた、仲間が敵に頭下げてるのに、何もしないでいられるのね。有望、ティカ、艦長、そこどいて。おい！ベルチお姉ちゃん、ダメだよ！いいわよ。やってやろうじゃない。その代わり、あんたが来なさいよ。獣の魔女。へえ。あんたんとこの兵隊も獣も
雑魚すぎて話にならないのよ。データが欲しいんなら差しで来いやこら。安い挑発でも乗ってあげるわ。ほんの数日前に声を震わせて私に命乞いをした記憶を思い出させてあげる。待て、これは訓練じゃろが。そうよ、私たち全力でやってるわよ。獣の魔女って言ったって所詮はバッシェンの獣の力に頼ってるだけじゃない。その証拠に私たちはオートで勝ったわ。今のあいつには獣が出せない。なら私だってやってやるわよ。最近バッシェンでも私を怖がって誰も相手をしてくれなくてね。威勢のいい子が現れるのを待ってたのよ。ちょっと待って。捕虜はおとなしくしていなさい。違うんだ、妙な音が。何事？